神戸空港海上アクセスターミナル神戸、関空米シャトルは神戸空港の海上アクセスターミナルと関西国際空港のポートターミナル間を結ぶ高速線航路。2006年から神戸市などが出資する株式会社 OM 神戸が運営しており、運航は加藤汽船が受託している。2018年9月台風21号に伴う 関西国際空港浸水の際に多くの人々をピストン輸送で救ったことで知られる。かつて同航路を運行していた実質的な前身である神戸マリンルートについては遠隔を参照のこと。大阪湾を通り神戸空港と関西国際空港の間2 4トルの距離を所要時間約30分で結び1日16往復。 32便運行されている。両空港ともに空港ターミナルと乗り場の間は連絡バスで結ばれているが、神戸空港の場合は徒歩5分程度でも行き来が可能である。神戸マリンルート神戸と関西国際空港間の旅客航路としては、神戸、関空米シャトルの前身として、1994年9月から2002年2月まで、 ゼットホイールによる神戸マリンルートを海上アクセスが運行していた。神戸側はポートアイランド東部に設けられた KCAT に発着していた。1989年、神戸市が KCAT の運営を担う、神戸航空旅客ターミナル株式会社、リムジンバスの運営を担う神戸航空、交通株式会社、航路の運行を行う海上アクセスをそれぞれ、 外郭団体として設立1994年の関西国際空港開港時に開業した。クリスタルウィング、エメラルドウィング、パールウィング、サファイアウィングの4隻により運行された。しかし、マリンルートの利用客数が低迷を続けたことに加え、2001年に発生したアメリカ同時多発テロに伴う航空法案強化により、 北米線の搭乗手続きが全国のシティエアターミナルで不可能になったことで当時の日本航空をはじめとする航空各社が2001年度中に利用者の少ない KCAT 及び OCAT のカウンター業務から撤退を表明した。さらに2002年1月2日にジェットフォイルが関西空港から KCAT への航行中船底に致命的な穴が開き3時間余り漂流する事故が 発生。この事故が実質的に追い打ちをかける形となり、同月中に2月7日をもって、マリンルートの運休と、KCAT の廃止が急遽決定された。停発区中の K、JET エメラルドウィング神戸シティアターミナル神戸、マリンルートでは、船着き場に、関空発の国際線搭乗手続き、で荷物預け入れが可能なシティアターミナル、KCAT を、 ポートアイランド東部に竣工することで空港までシームレスな移動を実現していた。神戸航空交通ターミナルが三宮駅から KCAT までをつなぐバス路線を運行していた。KCAT 廃止後、その建物は神戸インキュベーションオフィスとして転用されている。バス路線については神戸交通振興が引き継いで運行を続けたが2008年4月に新規バスへ。 路線上とした。KCAT の英略省については、京都駅に京都シティアターミナルが並存していたことから、同施設は神戸の廃止まで京都 CAT と区別されていた。しかし、京都についても2002年8月に廃止され、西日本地域のシティアターミナルのカウンター業務は全廃となっている。航路の再開神戸マリンルートと KCAT の旧廃止後まもなく、 神戸市は将来の神戸空港開港と関空に帰島の完成により、神戸空港と関西空港間で国内線、国際線を乗り継ぐなどの需要が見込まれるとして、2006年を目標に航路の再開を表明した。2002年8月には市の外閣団体である財団法人神戸市開発管理事業団が設けた基金を通じ、 休民会社となっていた会場アクセスへ融資を行い、金融機関からの長期借り入れ金を返済させる延命措置を図った。2005年度神戸市予算に航路再開に伴う予算計上が行われたことで、航路復活がほぼ決定事項となり、船舶購入などの準備が進められた。2006年7月8日に国土交通大臣の北川和夫らが参加した披露。 試乗会の実施を経て、7月13日に、神戸、関空米シャトルとして就航、神戸関空航路が再開された。4年半ぶりに再開された航路の運賃は、KJET よりも900円安く設定された。再開当初は、定員110名に対し1便平均の乗客数は14名と、定調で、2006年度上半期は2億1000万円の赤字を計上した。 その後、駐車場無料化、旅行会社販売割引、PR の強化といった施策により、徐々に利用客が増加し、2008年度は乗船客数約35万人、1便平均の乗客数は26.7人と伸びを見せている。利用客の増加などで2009年度は、航路開設以来、初の黒字を計上した。2007年4月28日から5月6日に、 神戸、関空米シャトルまたのてねキャンペーンと称して、神戸空港と関西空港の窓口で乗船券を購入すれば漏れなく2007年6月以降有効の片道無料乗船券がプレゼントされるキャンペーンを行っていた。運賃の値上げ2011年4月より大人普通運賃他を20%値上げし1800円となった。 値上げは2006年7月の航路開設以来、初めてのことである。この背景として、円高などにより日本人旅行客が増加傾向にあり、航路の自律的な経営が見込まれることと、神戸市からの補助金投入額が大幅に削減されることによるもの。今回の値上げの影響により、年間5%の利用者減を予測しているものの、運賃収入面では、 年間8100万円の増収を見込んでいる。民事再生法の適用2012年2月130億円以上に上る債務超過を解消するため会場アクセスは民事再生法の適用を申請した。2013年1月31日に再生計画を完了100%減資の上、神戸市が有していた債権を株式化する形で 神戸市100%出資の会社に再編された。2013年10月1日、会場アクセスは OM 神戸に九州合併され、同社の会場アクセス事業部となった。2018年9月4日、近畿地方に上陸した台風21号による高潮で、関西空港は一気島が浸水しただけでなく、強風で煽られたタンカーが、 関西国際空港連絡橋に衝突。これにより、鉄道、道路が寸断され一時約3000人が空港内で孤立した。この事態を受けて、関西エアポートは、翌9月5日から、関西空港から神戸空港へ向かう臨時の高速線の運行を開始することを決定。当初発便は6時からの運行を予定していたが、5時30分に、 運行を開始し15分から20分間隔で神戸空港へ向けての輸送を行った。その結果米シャトルを利用した救助は同日の22時35分に完了した。台風21号での救助を教訓に関西エアポートと OM 神戸は2020年3月末日までの期限で災害発生時などの緊急事態での協力に関する。 協定書を2019年4月19日付で締結している。前身の神戸マリンルートとは別に海上アクセスの出資者に名を連ねていた徳島高速線がかつて運行していた徳島小松島港大阪南港航路で関空機交便を設定していたが、明石海峡大橋開通による乗客減により2000年に事業廃止撤退した。また、 淡路島の津港及び、洲本港と関西空港間の航路は、関空海港と、同時期からエアポート淡路アクアラインと共同汽船の2社が運航していた。赤石海峡大橋開通などにより、両社が撤退した後は、津町が出資した第3セクターの淡路、エアポートラインが、津港航路に就航したが2001年に撤退。2001年4月から、 淡路エアポートラインの廃業に伴いスモト、パールラインが、スモト港発着で、実質承継する形で運航が継続されたが、終始が好転せず2007年3月に航路が廃止された。2017年に、淡路関空ラインが就航し、約10年ぶりに航路が復活したが、およそ1年で休止となった。 2013年4月1日から2014年9月30日までの期間限定ではあるが、往復割引の設定が再開された。往復運賃の変遷、2700円3600円3000円、神戸空港神戸、関空米シャトル乗り場片道料金1850円、ポートライナーとのセットでも1850円と、競合路線である関空三宮のリムジンバスよりも100円。 安く設定。2013年4月1日改定内容なお2014年4月1日からは以下のように改定されている。2011年4月4日の料金改定に伴い、往復割引、シルバー割引は廃止となった。従来と比較して大人往復の場合、給料金2700円、新料金3600円と900円の増額となる。過去には、 学生割引1200円と、外国人向け割引運賃1000円が存在していた。また、他所の規格乗車券クーポンが繰り返し発行されてきた。神戸空港側に米シャトル専用駐車場が約700台、分ある他臨時駐車場がある。いずれも未保存船所で建造された、総道高速船3隻のうち2隻が、通常土器に就航している。風は、予備船で、 ドック期間中などの台船のほか、チャーター運航などで使用される。ABCDEFGHIJ、関空3000人救出の裏側高速船3隻、ピストミ輸送。日韓スポーツ。 https://www.nikkansports.com/.entertainment/.column/.naniwa/.news/.20180908000924.html2018 年12月は使えつらん神戸航空交通と神戸航空旅客ターミナルは1996年に 合併し、神戸航空交通ターミナル株式会社となった。2006年に、仙台医療センター前駅が開業し、徒歩10分程度の距離となっている。神戸市ホームページ会場アクセスの民事、再生手続き、神戸市、2013年2月17日閲覧。会場アクセスの民事再生手続きの集結決定神戸市、2013年2月17日、閲覧。 株式会社 OM 神戸と会場アクセス株式会社の経営統合神戸市2014年3月8日閲覧動物ちゃうぞ関空孤立8000人が対応に行き通り日刊スポーツ https://www.nikkansports.com コロンススララッッシシュュスラッシュジェネラルスラッシュ nikkan スラッシュニューススラッシュ 2018-0906-0000195.html2019 年7月21日閲覧台風21号で、関空に取り残されている、従業員、利用者は5000人に、 サンキビス、https、www. サンキビス .jp、エコノム、ニュース、18905、ECC1 兆8090億5070万 7003N1、HTM2019 年7月21日、閲覧。関空、神戸空港へ高速線無料運航孤立者を救出。 アビエーションワイヤー https コロンスラッシュスラッシュ www.aviationwir.jp e スラッシュアーカイブスラッシュ15497782019年7月21日閲覧関西国際空港孤立の3000人を運ぶ日テレニュース24 http://www.news24.jp:/articles/2018/09/05/07403208 と html2019 年7月21日閲覧関西国際空港、緊急交通手段として、神戸空港まで高速線を無料臨時運行。 トラベルウォッチ、https コロンスラッシュスラッシュトラベルドットウォッチドットインプレスドット CO JP スラッシュ DOCS スラッシュニューススラッシュ 1141543.html2019 年7月21日閲覧。台風21号、古東関空から回路で、神戸、利用客ら、紙一枚貼り出されただけ。ストレス溜まった、蒸し暑く我慢の限界。 ケイニュース。https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ180905スラッシュ wst1809050054-n1 と html2019 年7月21日閲覧関西国際空港に滞留されていたお客様の輸送完了のお知らせ。 関西エアポート、h t t p w w w k a n s a i a i r p o r t s c o j p n e w s 2 0<っ>1 8 2 6 0 4 i n w a i t i n g a s e n g e r p d f 2 0 1 9年7月21日結論関西エア。 災害時米シャトルで旅客輸送サンケイニュース https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュライフスラッシュニューススラッシュ190508スラッシュ LIF190508 0018-N1 h t m l 二零一九年七月二十一日閲覧神戸区高沖高速線が 誘導灯に接触乗客一人が、渋滞、12人怪我。3ケウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ w w w s a n k e i c o m スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ170726スラッシュ wst1707260092-n1 と html2019 年7月21日閲覧怪我の女性。 事故の恐怖語る神戸環空線事故。神戸新聞 NEXT HTTPS コロンスラッシュスラッシュ www.kenob-np.co.jp スラッシュニューススラッシュ shakai スラッシュ2017707スラッシュ0010417648ドット SHTML2019 年7月21日閲覧 神戸、関空米シャトルの新予備船、風が就航します。神戸市ホームページ2013年5月30日付記者、発表資料。ありがとうございます。